こんにちは。今回のテーマはノーコードの将来性についてです。この動画ではこちらの4つについて解説します。まずはノーコードとは何かを解説します。ノーコードはプログラミング作業をすることなくアプリケーションやウェブサービスなどを開発する手法のことです。通常はプログラミング言語を用いて開発を行いますが、ノーコードであればコーディングすることなくプログラミングスキルがない方でも開発ができます。ノーコードサービスは様々ですが、日本でもよく利用されている代表的なノーコードサービスにはこちらの3つのサービスなどがあります。ノーコードはノンプログラミングと言われることもあり、開発業務の効率化や用途の拡大などの面で注目されています。ここからはメリット・デメリットを解説します。ノーコードやノーコードサービスのメリットはこちらの3つです。ノーコードやノーコードサービスのメリット、1つ目は非エンジニアでも開発ができることです。通常ウェブサービスやアプリケーションを開発するには専門知識を持つエンジニアに開発を依頼する必要があります。その点ノーコードであればコーディングが不要なので非エンジニアでも開発が可能です。非エンジニアが開発できることでエンジニアがいない企業でもサービス開発がしやすく、スピーディーにアイデアを形にすることができます。2つ目は開発の作業効率やコストを削減できることです。ウェブサービスやアプリケーションを開発する際に試作コードを作成することがあります。通常は試作は手作業でエンジニアが作成しますが、ノーコードサービスを利用すれば簡単に試作コードを作成できます。試作なので複雑な機能実装は必要なく、ノーコードでも十分対応できますし、プログラミングをする必要がないので作業効率がアップします。またノーコードサービスを利用すればエンジニアを雇う必要がなくなるので人件費削減にもつながるでしょう。開発効率アップや人件費削減を希望している場合、ノーコードサービスはメリットが多いです。3つ目はアイデアを形にしやすくなることです。ウェブサービスやアプリケーションのアイデアが生まれすぐに開発したい場合でも、通常はエンジニアに依頼し開発が完了するまで少なくても 2,3 ヶ月はかかります。アイデアがあってもすぐに行動できないため機会の損失になりますよね。その点ノーコードであればプログラミング知識のない人でも開発ができるので、アイデアが生まれた時点ですぐに作成できます。短期間少人数で開発ができるので、うまく運用できなかった場合のリスクが少ない点もメリットと言えますね。アイデアがあるけどなかなか行動に移せない方はノーコードサービスを活用してはいかがでしょうか。ノーコードやノーコードサービスはメリットだけでなく、こちらに挙げているデメリットもあります。ノーコードやノーコードサービスのデメリット、1つ目は実現できる機能面に制限があることです。ノーコードサービスはプログラミングスキルがなくても扱うことができますが、その分ウェブサービスやアプリケーションの拡張性やカスタマイズには限界があります。簡単な機能は実現できますが、作成した後に機能を追加することは難しいです。特にアプリケーションを開発する場合、後から機能を追加したい場面が多いので、カスタマイズが難しいというのはデメリットと言えます。ノーコードサービスで何でも開発できるというわけではないので、機能面に制限があることは理解しておきましょう。2つ目はプラットフォームに依存してしまうことです。ノーコードやノーコードサービスは簡単に開発を行うことができる反面、ノーコードサービスで作成したシステムはプラットフォームに依存します。例えば業務効率を改善できるシステムが作成できるキントーンの場合、作成した機能はキントーン内でしか使用できません。また運営企業の事情によりサービスが急に終了するリスクもあります。万が一サービスが終了してしまうと機能自体が使用できなくなるため、プラットフォームに依存していると開発したサービスも提供できなくなる可能性があります。中にはサービスが終了してもコードを公開すると明言しているノーコードサービスもありますが、本当にソースコードが公開される保証はありません。3つ目はノーコードサービスの使い方を覚える必要があることです。ノーコードサービスはたくさんの種類があり、それぞれ使い方が異なります。開発時に使い方を覚える必要があるので、非エンジニアで他の業務を行いながらだと負担が増えてしまうでしょう。またサービスによってはバージョンアップなどで仕様が変更されることもあり、その度に使い方を確認する手間もかかります。4つ目は専門知識が必要で使いにくいこともあることです。
ノーコードサービスは非エンジニアでも開発ができる点が魅力ではありますが、中には API など IT 知識が必要なサービスもあります。また説明に専門用語が使用されていたり、海外サービスで日本語に対応していなかったりするため、必ずしも使いやすいとは限りません。使いやすさを重視するなら、利用前に使用や日本語対応しているかなどを確認しておくといいでしょう。ここまでノーコードのメリット・デメリットを解説しました。ノーコードのメリット・デメリットを理解した上で、ノーコードサービスを今後利用すべきかどうか、ノーコードの将来性も気になりますよね。続いてノーコードの将来性を解説します。結論から言うと、現段階でノーコードがプログラミングと完全に置き換わることは考えにくいです。ノーコードはプログラミングスキルがなくても使用できるため便利ですが、できることが限られているため、今すぐノーコードがプログラミングにとって変わるとは考えにくいでしょう。ノーコードサービスでエンジニアと同じレベルで開発ができるようになれば、プログラミング作業が必要なくなるかもしれませんが、ウェブ業界において現在のノーコードサービスの機能はそこまでには至っていません。ここまで現状ではノーコードがプログラミングにとって変わることは考えにくい点を解説しましたが、ノーコードは少しずつ流行しつつあります。というのも、エンジニアの作業できる時間は限られているため、簡単な作業はノーコードで済ませ、複雑でクリエイティブな仕事をエンジニアが担当するようにすれば効率化できますよね。ノーコードサービスについて議論する中で、ノーコードが流行るとエンジニアの仕事が減るという意見があります。しかし、エンジニアはプログラミングスキルがない方よりもプログラミングや開発経験があるため、順序立てて効率的に開発することができます。ノーコードの活用をしながら、これまでよりも効率的に開発ができる可能性が高く、すぐさまエンジニアの仕事が減るということは考えにくいでしょう。またエンジニアは IT 知識が豊富で、専門用語なども理解できるのもアドバンテージと言えます。さらにエンジニアであれば、ノーコードサービスを使った開発後の機能追加や他のサービスとの連携もできます。このような理由から、今の段階ではノーコードがプログラミングやエンジニアにとって変わるのは難しく、開発業務の補助や非エンジニアの開発ツールとして発展するでしょう。一方で、このままノーコードが普及していけば、ノーコードエンジニアという新しい職種が生まれるかもしれません。ノーコードサービスの需要が高まれば、将来的にエンジニアがノーコードサービスを使いこなし開発をする、ノーコードエンジニアとして認識されることもあるかもしれません。非エンジニアがノーコードサービスを活用するケースは増えると予想されますが、現実的に一般企業で開発業務のすべてを行うのは難しいので、ノーコードを使った開発を IT 企業に委託するようになるのではないでしょうか。このようにノーコードが普及すれば、エンジニアの仕事の多様化や作業効率アップなどが期待できます。ノーコードサービスに興味がある方は、ぜひ一度利用してみてはいかがでしょうか。今回はノーコードの将来性について解説しました。動画の内容が皆さんのお役に立てれば嬉しいです。この動画が参考になったと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。プログラミングで疑問に思うことや気になることがあれば、ぜひコメントで教えてください。これからも分かりやすい動画をどんどん配信するので、通知登録をして最新の動画を見逃さないようにしてくださいね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。